はい私は今小樽市内の住宅街に来ていますえ今日は一日中雪が降ったり止んだりを繰り返していたんですけども今は綺麗に晴れて青空が覗いていますそしてここはバス通りなんですけどもここの路線はえ今朝から雪の影響でバスが運休していて明日以降も再開の目処が立っていないということですで近くに住んでいる住宅 えー、住民の方によりますと昨日午後10時ごろに、えー、市の除雪車が来てからは、えー、除雪車が入っていなく今日は5時間以上雪かきをしているという方もいらっしゃいましたで、こちら歩道なんですけども私一人がやっと通れるぐらいの道幅ができていますで、路肩に積もっている雪は身長165センチの私とほぼ同じぐらいの高さまで積もっていますそしてですねこちらに消火栓が あるんですけども、えー、消火線もほとんど雪に埋まってしまって見えなくなっていますで、こちらさらに横断歩道なんですけども車道と歩道の間にこう雪が積もってしまっていてだいたい私の太ももか腰ぐらいまで雪が積もっていてこう渡れなくなってしまっているという状況です 以上、記録的な雪が降った小樽市内からお伝えしました。はい、まあ、おそらく歩道の方もね。なんとかこう踏み固めてという感じでしょうけれども、除雪、排雪ともに全く追いついていない状況ですね。特にあの交差点など、これ視界非常に悪くなっていますので、歩行者の方もドライバーの方も事故のないように気をつけてください。えー。さて、一方札幌もまとまった雪になりましたね。今の札幌市内中心部の様子はどうでしょうか？木戸さん。 はい、札幌中心部も午前中は吹雪く時間があったんですけれども2時前には雪も止んで落ち着いてきましたでこの私がいる札幌駅前もロードヒーティング入っていない場所はもうズボズボとすねあたりまで埋まるような積もり方になっていますで3連休最終日スーツケース持った方に話聞きますと大きな荷物を持って今日のこの積雪雪の中の移動かなり大変だったということです で少し目を移しますと札幌駅前、ベンチがあるんですけどここにもこんもり積もっていてちょっとベンチがどこにあるのかわからないような状況になっています 2>, <ー>で2日前、土曜日までは札幌の積雪17センチだったんですが今日午後4時の積雪が46センチ雪かきに追われたという方も多かったでしょう。 で明日以降少しプラス寒さが緩む場所もありますので落雪にも皆さんお気を付けくださいまた最新の天気情報後ほどしっかりとお伝えします